たします。はい、ただいまご紹介いただきましたプライムストリーム北海道の林と申します。私たちは規模としてはそれほど大きくはないのですが、定期的に輸出を行っておりまして、私たちの規模での課題や工夫などをお話しさせていただきたいと思います。少しでも皆様の参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。まず1ページ目めくっていただいてもよろしいでしょうか。はい、簡単に会社の紹介をさせていただきたいと思います。まず親会社は北海道十勝の山本忠信商店という雑穀卸の会社になります。2013年8月に国内仕入れや輸出業務などを行うプライムストリーム北海道とシンガポールに現地法人のプライムストリームアジアが同時に設立されました。私たちが扱っている商材は主に北海道の食品になります。シンガポールでの主な顧客は飲食店ですが、現在は EC サイトの運営や小売店への営業も強化しております。次お願いします。シンガポールへは定期的に輸出を行っており、商品によって輸送方法を変えて出荷しております。例えば、生鮮食品や賞味期限の短いものは航空便を利用し、新千歳空港から週2便、成田空港から週1便の合計3便を毎週飛ばしております。次、お願いします。冷凍品は海上コンテナで輸送しており、苫小牧港から、今、月に1本コンテナを出しております。苫小牧からは横浜経由と釜山経由がありますので、状況に応じて経由便の使い分けをしております。次お願いします。はい、海上コンテナは冷蔵便も定期的に出しておりまして、冷蔵便は、約2ヶ月に1本のペースで出荷をしております。この他にも、依頼等があれば他の国への輸出等も行っております。次お願いします。コロナ影響下での海外ニーズというところなんですけれども、現地からの引き合いというのはここに、記載している通りです。弊社は顧客が、飲食店ですとか個人客が多く、大手の商社さんとかとは違ってですね、1回の取引量が少量なため、すでにこう大手小売店等で流通しているものと同じ商材だけでは正直勝負になりません。ですので、まだあまり流通していないものだったり、またストーリー性の強いものなどを求められることが多くあります。また、コロナ禍においては、健康に良さそうな商品ですとか、原材料にこだわっていたり、オーガニックのものだったりという商品なども問い合わせをいただくことが多くなったかなというふうに感じております。コロナによる環境の変化という面では、先ほども申し上げておりました通り、弊社はもともとメインの顧客は飲食店さんで、どちらかというとこう原料のような商材を求められることが多かったんですけれども、それでそういったものを中心に北海道側でも集めておりましたが、コロナ禍において度重なるロックダウンによる、店内飲食の禁止が、何度も起こっておりまして、飲食店さんからの発注っていうのはかなりこう激減したんですね。でそこでそのまま飲食店さんだけの、販売を続けているのも結構厳しい状況でしたので、まずこう EC サイトの立ち上げを行いましたが、やはり当初は掲載する商品集めにも結構苦労したりもしました。もともと小売用商品をあまり扱っていなかったっていうのもあるんですけれども、先ほど申し上げた通り、大手小売店などでお取り扱いのある商品ですと、どうしても価格的に、価格競争になってしまいますので、勝負するのが難しくなってしまうというようなところが現状でございます。ですので、少量からにはなってしまいますが、メーカー様や生産者様のご理解やご協力をいただきながら、弊社でしか使っていないものや、こだわりのある商品などを中心に少しずつラインナップを増やしながら活動しております。次お願いします。コロナ影響下での輸出取り組みの工夫なんですけれども、
1番目の EC サイトについては、まあ、先ほどお話しした通りでございます。またこのような状況下ではありますが、輸出量を増やしていくためにうまみる様ですとか北海道国際流通機構様との協力関係を築きながら事業を行ったりもしております。3つ目の輸送手段の確保というところなんですけれども、コロナ禍において特に、昨年の3月以降は千歳からの国際便が一切なくなりまして、また国内便もかなり激減したためなかなかスペースを確保することが難しくなりました。北海道の場合基本的に羽田や成田など国内の主要空港を経由していくことがほとんどなんですけれども、国際便だけではなく、国内便の減少もとても大きな影響があります。特に国内便に関しては国内貨物が優先される傾向がございますので、昨年は国際貨物として千歳から羽田間のスペースがなかなか取れなかったりですとか、まあ、そういったことが多くありまして、一旦国内貨物として羽田に飛ばして、で羽田から成田まで陸送をかけて、成田から国際貨物として輸出通関を切って出荷するといったような流れですとか、または、まあ、あの北海道から北の端の北海道から、まあ、南の端の沖縄まで、国内便で荷物を持って行って沖縄から貨物便を使ったりなど、まあ、いろいろな方法を使ってなんとか航空便を出していった状況でございました。よって、まあ、そういった対応をするためには、一社だけではなく複数のおつなかさんとの関係を強化してこまめに情報を集める必要がございました。次お願いします。輸出に関する課題認識というところなんですけれども、今弊社で感じている課題としましては、まず仕入れ側の問題としてよくあるのが、こう一国一卸みたいな感じで、一つの国に対して一社のみしか、まあ、商品を取り扱いできないということがよく聞くことがありまして、特にお酒に多いのかなというふうに思うんですけれども、もう出荷先が決まっているので、シンガポール向けですと出せませんですとか、まあ、そういったような形で言われるケースが結構あります。あとはあの国内供給で手一杯で輸出に回す余力がないというふうに断られるケースも結構多いです。特にやっぱこだわられている商品ですとか、あとはその新しい酒蔵さんやワイナリーさんなどはまだ生産量が少ないので、海外向けはまだ出せませんというようなこともしばしばあります。続いて海外側の問題としては、前述でも申し上げていた通り弊社の現状としましては1回の取引量が多くなく、こまめにこう出していく感じですので、ミニマムロットが大きいと在庫のリスクだったり現地での保管量の問題などが出てきます。ただ小ロットでとなると今度は国内の送料がかかってくるという問題もありますので、そこら辺がちょっと難しいなというふうに感じています。あとは輸入規制の問題もありまして、シンガポールはあのご存知の通り比較的輸入規制が緩いので、あの輸出に関してはやりやすい国なんですけれども、ま、あの国によっては輸入規制が厳しく希望通りにいかないこともあの結構あります。最後に、これがもう弊社 の最大の課題なんですけれども、現状物量が少ないのでほぼ全てに、この課題が影響してきているというふうに思っております。ですので、まあ、今後物量を増やす取り組みに力を入れてやっていく必要があると考えております。次お願いいたします。輸出物流に関する工夫なんですけれども、まず弊社は航空便で毎回オリウニを出荷しておりますので、基本的に航空会社は日系の航空会社さんしかあの使っていません。ただそれでもたまに到着時にあのウニが崩れているということがあります。ですので必要に応じてあのパレタイズして出荷することで輸送事故のリスク低下を図っております。次に国内輸送コストを抑えるために
出荷元の産地に応じて最適な輸出港湾や空港の活用検討を実施しております。先ほどご説明した航空便はまさにこれに当てはまるのですが、道内産地の商品は千歳から、道外産地の商品に関しては成田からというような形で使い分けて出荷しております。次お願いいたします。輸出物流に関する課題なんですけれども、まず1点目は小口輸送における道内コストの部分で、もともと冷蔵冷凍輸送を行っている運送業者さん自体もちょっと少ないのかなというふうに思っているんですけれども、1ケース2ケース単位の場合は仕方ないとしても、10ケース以上ある場合でも結構その宅急便を利用されている企業さんが多くて、送料だけでもそうすると結構コストがかかってきてしまいます。次に小ロットで輸出するための物流体制という点なんですけれども、これは道内だけではなく道外も同じなのかなというふうには感じているんですが、リーファーの LCL 自体がこう少ない上に結構やっぱり価格帯も高いかなというふうに感じています。また便数も少ないので、なかなかこう出したい時に便がないとかっていうような形でタイミングが合わないことも過去にありました。で今は苫小牧からはシンガポール向けでは苫小牧不動産が毎月小口コンサイ便を運行されてますので、今後うまく活用させていただきたいなというふうに考えております。次お願いします。はい、林様ありがとうございました。ここまでですかね、プレゼンは。あ、まだ、ごめんなさい。あ、すいません、失礼しました。あ、ごめんなさい、次のページなかったですね。すいません、あ、ちょっと先ほどのページに、最後のページに戻っていただいてもよろしいでしょうか。すいません、失礼しました。はい、あと商社同士での連携コンサイというところもちょっと記載させていただいているんですけれども、例えば地域商社ですとかメーカー様同士とかでこう連携してコンサイできればいいなというふうな思いはあるんですけれども、実際にリスクもあるでしょうし、簡単にいかないかもしれないんですけれども、いつか実現できればというような ふうには考えております。すいません、3つ目の苫小牧港からの海上航路コンテナ確保という点なんですけれども、これはおそらく苫小牧港だけではなく石狩なども同じかなというふうには思うんですけれども、特に冬季はスケジュールが乱れやすく、また年末だと特にこう爆行になることもあって、毎年ちょっとそれを経験している状況でございます。また、距離的なことももちろんあるとは思うんですけれども、比較的道内の港からだと他の国内の主要港等に比べると海上運賃も高いのではないのかなというふうにはちょっと思っているんですけれども、もしそうだとするのであれば北海道からこう直接輸出する上では課題の一つになるのではないかなというふうに思っております。またちょっとスライドには書いていないんですけれども、今コロナの影響もありまして、航空便の運賃もコロナ前に比べてかなり高くなっておりまして、また輸送時間も北海道からですと1日こう長く余分にかかっております。海上便に関してもオーシャンフレートがこう月単位で変動したりですとか、仕向け地によってはコンテナの確保も難しい状況にあるという話も聞いておりますし、トランシップ港の混雑もかなりひどくて、釜山での積み替えに1週間か2週間ほど時間がかかったりですとか、シンガポール港に到着してからも輸入通関やコンテナの引き取りに以前よりも時間がかかっているなというふうな印象があります。はい、以上で発表は終わりとなるんですけれども、最後に弊社の抱えている課題は結構細かいものが多く、またちょっとコロナ禍においてさらに難しくなってきている部分も日々感じている中ではございますが、その中でもこう今できることをきっちりとやりながら、こんなご時世だからこそ生まれるチャンスもあると思いますので、しっかりとアンテナを張りつつ北海道や日本の輸出を目指す方々や生産者の方々にとってお役に立てるような企業になれるよう、今後も日々努力していきたいなというふうに思っております。長くなりましたが、ご清聴ありがとうございました。
林様、力強い締めくくりありがとうございました。